食を楽しんでもらうお店であり、まあ、お酒も充実して、あとはまあアットホームな感じの誰でも来やすいお店になっております。今回ご紹介するのは、甲府市内に去年11月にオープンした和食どころのクオン食堂。料理を担当する藤井さんがおすすめというお昼のメニューがこちら、鮭とイクラの親子共演、銀鮭イクラ定食です。最後炭で仕上げるので、炭のいい香りもついて、中はジューシーな感じに仕上げてます。3つの小鉢と茶碗蒸し、それに豚汁もつくこの定食、ご飯のおかわりは自由です。中には珍しい大根の唐揚げも。一度下茹でして、その後また出汁で10分から15分ぐらいちょっと下味をつけて、まあ、米粉で揚げているので結構皆さんが喜ばれるような感じの夜の人気メニューの一つでもあります。そしてこちらも定食メニューの人気者、味噌の香りと柔らかい豚ロースの旨味でご飯が進むこと間違いなしです。一晩から二晩ぐらいはつけてますね。味噌につけることによって豚の細胞を分解して肉も柔らかくジューシーに焼けるようにはしてます。さて続いてはちょっと珍しいアジのフライなんですが、揚げたてを見ると、そう、中がレアなアジフライなんです。いい感じに揚がる時間を把握するまで何度も試作を繰り返したそうですよ。仕入れ状況によってある日とない日もあるんですが、本当刺身にできる味をさっと揚げて中がレアな状態にしてお出ししているフライですね。もう本当鮮度にこだわった一品だと思います。こちらはしば漬け入りのタルタルソースか岩塩をつけていただくんですが、ちょっと他では見られないレアなメニューでした。気軽に誰でも本当楽しく食事ができるような店作りを心がけていますし、まあ本当アットホームな感じで楽しんでもらえれば、僕たちは本当サポートするだけなんで。クオン食堂自慢の定食やこだわりの詰まった人気メニューの数々、皆さんも味わってみてはいかがでしょうか。